7時半からぴったりいけるかなと思ったけど気づいたら過ぎてた今日はもしかしたら夜が配信できないので朝だけで終わりです、誤差の範囲4分遅刻ギリ大きいですかおはよう。私でも意外とあれかな、なんかあの配信予約見てくれてたかなね。なんか明日朝配信だよっていうことを伝えたいかったから、そう7時半からやろうと思ったんだけど、意外とみんな待機してくださってましたか。すいません遅れて。たまたま起きてた。おお嬉しい。たまたま、おはようございます。やれちゃおしなのでありがとう。会社の PC をありがとうございます。怒られないかなあ、そう、うわーエアコンの音がすごい。なんかマジで体バッキバキなんだけど、なんでなんでだ、なんか今日体バッキバキだよ。腹筋割れてるかなとかでもたまになんかそういう体感みたいなのがあるんですけど、レッスンの一環としてそうあるんですけど、その次の日はもうすごい体が全身痛いんですよね。なんかプランクが私できなくて、なんかみんなできるのに私プランクができないんですよ。5秒でギリかなって感じ、本当に、できなくて、プランクめっちゃきついですね。プランクで合ってんのかな。いやそんなバッキバキ、シックスパックのバッキバキになんなくていいけど、ライスって腹筋割れてる。わ、なんかどう言えばいいんだろうね。割れてるっちゃ割れてるんですけど、あ、声なんかどうなんだろう、そんなめちゃめちゃ割れてるわけじゃなくて、もうなんか別に普通にちょっと割れてるくらいですけど、あんまりわかんないかもしれない。でもまあ頑張ろうと思えば多分体感すればいけんのかな、なんかけどそこまで頑張るつもりはないバキバキちょっと憧れるけどね。あ、そう、まあでもお腹ぽよぽよではないかもしれない。お腹は普通なんで、みんなにお腹あんまり出せないからね。寝れる時たくさん寝てありがとうございます。今日たくさん寝る予定、たくさん寝たい。今日は明日の公演に備えて、待って訪れしてないよね。訪れ今アラーム来ちゃった。アラーム来るとね訪れするんですけど、訪れしてますか。オッケー、やりました。最近、あーてか昨日悩んでたことがあって昨日悩んでたことがあったんですけど、なんかずっとエアコンつけてらんないじゃないですか。まあリビングはさずっとエアコンつけてていいと思うんだけど、でも寝るときって自分の部屋だけどさ、
自分の部屋でエアコンつけるとなんかもっと電気代がやばくなるじゃないですか。まあそう思って私はエアコンをつけずに寝ようと思って、そう、それで外を開けようとしたんですね。窓を開けようとして、窓開けたまま寝ようかなと思って窓を開けてみたら、なんかちっちゃい虫がいっぱいいたんですよ。もうなんか網戸の内側にめっちゃいて、わ、これ入ってくんじゃんと思って、なんかそれで無理だ、開けるの無理だと思って閉じて、もうサウナ状態で寝たんですよね私今日。すごくない？すごくない？本当に、いや、なんか網戸の外側にいるのもちょっと嫌だなと思うんだけど、いや網戸の目はめっちゃちっちゃいですよ。でもそれ以上にちっちゃい虫が入ってくるの、勘弁してほしいよね、本当に勘弁してほしいマジで。だからまあ今も多分内側にいるから、そう、日が出てる時もね、だから虫シュッシュでも仕掛けたいなって思っているところ、だからもうそれまで開けれない窓は本当に、いや網戸は開いてないです、閉まってる、え、本当にやめてほしいよね、うん、くーちょっと悔しいっす、悔しいな。一回虫がさお家に入ってくると本当にね、もう耐えられません。はよー、網戸に塗る虫除けも、あ、そうなんだ、スプレーじゃなくて塗るやつもあんだ、おい、明日の子役よろしく、お、ありがとうございます。私はいつも役を踏むの、ありがとう、ふむふむふむ、玄関から入る、うん、玄関はね、いや玄関は虫入ってくのもまあしょうがないっちゃしょうがない。うわ、あ、オッケーオッケー、よかった、なんかバグってた、ごめんなさい。配信中に入ってきてプチパニックる時ある。配信中にね、やだよね、止ま、治った、ごめん、でも私も今さフムドなんだよね。一緒。嬉しいざます、イエーイ。いや、でも結構たまたま28度の時もあるし、急いでるときは26にすればすぐ涼しくなります。 Yeah、 おはようございます。うん、どうしよう、ちょっと待って、どうしよう、あー体がバッキバキ、本当に、なんで、え、私いつ体鍛えた？え、マジで私いつ体鍛えたんだろう、バッキバキ、なんかでもまぶたは重たいからそれもよくわかんない。あとなんだろうな、寝ながら鍛えた、え、そのくらいしかないよね、え、あ、水分不足、体の水分不足ですか、
会社行きますね、頑張れー、ファイトファイト。よいしょ。なんか昨日の出来事あるかな、なんだろう、なんかあるかな。熱中症になると筋肉痛みたいになるそうなのありがとうございます。え、ルアって熱中症なったことあるのかな。でもなんか熱中症じゃなくても夏は大嫌いなので常にそのテンションかもしれない。めっちゃテンション低い夏は、暑すぎると。あれ、なんか言おうとした、あ、なんだっけ、忘れちゃった。あ、なんか喋ろうとしたんだっけ、あれ、何喋ろうとしたんだっけ、忘れちゃった、ごめんなさい、忘れちゃった。あ、そうだ、なんかもうインスタネタ切れで、そう、なんかや、まあ投稿するのもあるんですけど、インスタの投稿がネタ切れなので、なんかしてほしいストーリーとかありますかっていうご相談ご相談なんですけど、そう、まあ全然、まあまあバリエーションまだまだ考えればあるんですけどね。でもしたい、とりあえずしたいことは終わったから、朝ごはんとか映す確かにあり。ダンス動画見たいですか。んで、いろいろどんどんあるけど、え、てかみんなダンス動画好き公演のイベントは気になりますか。でも本当に毎回同じやつですよ。そう、好き、ありがとう、嬉しい。前は一回ゲームダンスでした。よいしょ。めっちゃゆうなにカメラマンを頑張ってもらって、そう、最初はチャガパーンの最後、私が最後打つからユーナはカメラ上に上げてって言ったんですけど、そう、最初はそれだけでもう多分精一杯だなと思ったので、そう、でもさすがにその最後のバーンまでずっと正面なのは嫌だなと思ったので、さらにお願いして、なんか ここで斜めにしてって、なんだっけ、なんか私がここ叩いたらこう斜めにしてとか結構いろいろ要望してしまって、それでやんなりましたね。そう、あ、グミ紹介いいね。あ、サクレ食べた、ありがとう。そう、サクレのグミがすごい、なんか外側がめっちゃ砂糖で超砂糖コーティングなんですけど、なんかそのコーティングされてる砂糖がなんかはげるんですよ。はげるってなんだろうね、なんか剥がれるとも、まあ、なんか柔らかいグミな感じがして、でも味はさっぱりしてるので好きでした。サクレは、おはべる、おはよう。でもね、そう、ダンス動画は私あんまりまだあの何、リア友にアカウントバレてなくて、まだだからバレてないうちにダンス動画あげたいんですよね。ちょっと恥ずいので恥ずいのでバレてないうちに
投稿したくて。今度撮れれば撮りますね。じゃあなんかかっこいい系でいいですか、ダンス。私かっこいい系好きなのですけど。今度撮るね。みんなお仕事頑張ってください。私も今日頑張りますね。かっこいいけど、いやそう、なんかなんかゲームダンスストーリーであげたんですけど、すごい同期がめっちゃ「え、 TikTok であげればいいのに」って言ってくれたんですけど、いやこんなしょぼい動画あげても何にもなんないよって言って。そう、だからいつかちゃんと自信を持って投稿できるようなダンスができたらいいですね。だから私がめちゃめちゃ納得いくまで基本的にストーリーでダンス動画を出しますね。じゃあだから結局結論、インスタのフォローをお願いします結論です。1200人行ってすごい嬉しかった。昨日で行ったんだっけ、一昨日かな。そう、なんかちょっとずつ伸びてるんですけど、ぜひ会社ね、これから行かれると思うんですけど、なんか隣の人になんか、あ、この子ってフォローしましたかっていう風に聞いてみてください私も全力で宣伝頑張るので、皆さんも布教活動ぜひよろしくお願いします。おはよう。そう、でもいや本当にね、あのインスタできたことは本当に嬉しいんだよねマジで嬉しい。そう、でも私なんかスタコレがなんかあんまり使いこなせてないなって感じなんですけどね。スタコレ、あのあれ開くとすごい重くてめっちゃカクカクしてね、なんか操作が効かなくなって、もういいや閉じるってなってすぐ閉じちゃうんだよねスタコレ。どう、ね、皆さんもしたこれ、赤いドレスがありましたが、今回ルアの赤いドレスのボイスメッセージなんて言ったんだっけな。はい、やって感じですでも全然甘々、あ、意外と甘々じゃないかも。なんか ルアの虜みたいなことは全く言ってない気がするんですけど、まあ気になる方はぜひ頑張ってみてくださいってことで、そろそろ終わりにしようかな。おはよう、少しタイム、なんだろう、ありがとうございます。でもトリコありがとうね、普段赤いドレス着ないからさ、なんかあのドレス超欲しかった。なんか結構生写真撮ってて、わ、この衣装普通に私服として欲しいって思う時がよくある。さすがにペンギンは私服にできないけどね。でもペンギンちゃんあれかわいい、普通に言ってんのかなあれ。ってことでちょっと早いですが終わりたいと思います。あ、そう、トリコって言えばアンナちゃんだね。アンナのトリコ、ルアのトリコ、ちょっとダメだな、ルア氏のトリコ、いやベルちゃんのトリコ、まあ一回ルアのトリコ、ルアのトリコ、はい、終わりたいと思います
笑わさせてください。13位眉毛師ありがとうございます。12位天使の分け前師ありがとうございます。11位ふわふわ師ありがとうございます。10位よちくん師ありがとうございます。9位愛してる新潟師ありがとうございます。8位ポンポン師ありがとうございます。7位くるる師ありがとうございます。6位ティラミス大福師ありがとうございます。5位セッテンガー氏ありがとうございます。4位コガーマン氏ありがとうございます。3位鍋とし氏ありがとうございます。2位小型の大型氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイ中野氏です。ありがとうございます。中野氏ありがとう。中野氏はおにぎりが好きなんですか？おにぎり握ってるんですか？はい、私の好きなおにぎりの具はツナマヨと明太マヨと唐揚げとかも好きっちゃ好きです。それ以外はあんまり好きじゃないかもしれない。逆にその3つ以外鮭とかは好きだけどって感じですねありがとう。はい、ということで終わりたいと思います。今日も一日頑張って、ありがとう。あ、てかそうだ、あ、やばい、一番話そうと思ってたこと忘れてた。なんか昨日夜遅くにパパシが帰ってきたんですよ。めっちゃ遅くに帰ってきて、でも私その時お風呂入ってたんですね。お風呂入ってて、そしたらなんかパパ氏がルアーって言ったから、あうんって言ってあうんって言って、そうお風呂入ってんのって言ったから、うん今入ったばっかりって言ったんですよ。そしたらパパ氏がふわーとか言い出して、なんかめっちゃめっちゃ昨日なんかパパテンション高くて、え今入ったばっかりって言ってさ、はいでいいじゃない、ふーとかやってきて、なんかテンション高っけーなーと思いましたはい、そんなテンションの高いパパ氏のエピソード、はい、ということで終わりたいと思います。バイバーイ。